アサモアギャン、アサモアギャン、1985年11月22日隊は、ガーナアクラ出身のサッカー選手、カイセリスポル所属、ガーナ代表、ポジションはフォワード。ガーナ代表の最多出場記録、最多得点記録を持ち、フィファワールドカップ3大会で6得点を挙げた、ストライカー。生は、ジャンと表記されることもある。ガーナの首都アクラに生まれ、 地元のリバティプロフェッショナル FC に所属していたが、2003年にイタリアセリエ A のウディネーゼカルチョと契約した。出場機会を得るために2年間はセリエ B のモデナ FC にレンタル移籍した。2006FIFA ワールドカップで好調なプレーを見せ、ロシアの FC ロコモティフモスクワなどが獲得に興味を示したが、2006年夏にウディネーゼに復帰した。 2007年1月の遺跡期間には遺跡金1050万ユーロで FC ロコモティフモスクワと3年契約を結ぶ寸前だったが2007年8月10日ファビオクアリアレラ同様に2012年6月30日までの5年間の契約延長書類にサインしたその日に行われたプレシーズンマッチでは2人ともに得点の活躍で7から0と対象した 2007から08シーズンは怪我に悩まされ、リーグ戦13試合出場4得点に終わった。2008年7月11日、フランスリーグアンのスタトレンヌと4年契約を結び、ウディネーゼには遺跡金800万ユーロが支払われた。2008から09シーズンと2009から10シーズンで合わせて48試合に出場して14得点を決めた。 2010から11シーズンも開幕からリーグ戦2試合に出場し、その後遺跡が決定した。2010年8月31日、イングランドプレミアリーグのサンダーランド AFC と4年契約を結んだ。スタッドレンヌには遺跡金1300万ポンドが支払われたが、この遺跡金はトッテナムホットスパー FC からダレンベントを獲得した際の金額を上回り、 サンダーランド AFC 史上最高金額となった。背番号33を与えられ、9月11日のウィガンアスレティック FC 戦で、ダニー・ウェルベックとの交代で出場してデビューし、その試合で先制点を決めた。9月21日、フットボールリーグカップのウエストハムユナイテッド FC 戦で、初めて先発出場し、チーム唯一となる得点を決めた。 11月6日のストークシティ FC 戦では、プレミアリーグの試合で初めて先発出場して2得点を決めた。ストークシティ FC 戦の3日後に行われたトッテナムホットスパー FC 戦では、同点弾決め、チームを順位表の7位に押し上げた。11月14日には、スタンフォードブリッジで行われた、チェルシー FC 戦で得点し、競合相手のアウェーでの解消に貢献した。 2011年1月16日には、ニューカッスルユナイテッド FC とのダービーマッチに先発出場し、94分に同点弾を決めて、ニューカッスル相手のシーズン2度目の敗北を阻止した。2011年9月、UAE リーグのアルアイン FC に期限付き移籍。その後完全移籍した。2015年7月、 中国サッカースーパーリーグの上海上校へ移籍することが発表された。2017年7月5日、スユペルリグのカイセリスポールへ移籍することが発表された。2003年11月19日、2006フィファワールドカップアフリカ予選のソマリア戦で62分に途中、出場してガーナ代表デビューし、90分には代表初得点を決めている。この試合は、 ギャンが18歳になる3日前であり、ガーナ代表の最年少得点記録を更新した。アフリカ予選では7試合に出場して4得点し、本大会出場に貢献した。2004年には U-23 ガーナ代表の一員として、アテネオリンピックに出場し、グループリーグを3位で終えた。2006年にはドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップ本大会に出場し、 グループリーグのチェコ戦では、試合開始から68秒後に得点を挙げ、大会最速得点を記録した。この試合では PK を蹴ったが失敗している。イエローカードの累積により、グループリーグの最終戦には出場できなかった。決勝トーナメント1回戦のブラジル戦では81分に、シミュレーションの反則を取られ、この試合で2枚目のイエローカードを提示されて、退場処分を受けた。 2008年1月にはアフリカネーションズカップ2008に出場した。不可解な判定でナミビアに勝利した後、メディアから批判にさらされたため、アサモアと兄の馬法は二人揃ってガーナ大から離脱することを決めたが、チームメイトの説得で思いとどまった。2010年のアフリカネーションズカップ2010では4試合で3得点を挙げ、大会ベストイレブンに選ばれた。 2010フィーファワールドカップ本大会グループリーグ初戦のセルビア戦では85分に PK を決め、さらに92分にはゴールポストを叩くシュートを放った。試合終了間際に途中交代したが、その活躍にスタンディングオベーションが送られた。2戦目のオーストラリア戦でも26分に PK を決めた。決勝トーナメント1回戦のアメリカ戦では延長前半に決勝点を決め、 2から1で勝利して、準々決勝進出を決めた。アフリカ勢でベスト8に進出したのは、カメルーンとセネガルに次いで3番目の快挙である。準々決勝のウルグアイ戦では、相手 FW、ルイス・スアレスが、延長終了間際にペナルティエリア内で、ハンドの反則を犯したため、ガーナ代表が PK を得たが、ギャンは、この PK をクロスバーに当てて外した。PK 戦で、 ギャンは一人目のキッカーとしてゴールを決めたが最終的にガーナ代表は PK 戦で敗れた。BBC が選出する2010年のアフリカ年間最優秀選手賞を受賞しアフリカサッカー連盟が選出するアフリカ年間最優秀選手賞にノミネートされたが受賞はサミュエル・エトーに譲った。2014FIFA ワールドカップでは ドイツ戦とポルトガル戦で1ゴールずつ記録して、ワールドカップ通算6ゴールとし、通算5ゴールのロジェミラを抜いて、アフリカ選手としての単独最多となった。ガーナ代表の最多出場、最多得点記録を更新し続けている。兄のバフォーギャンもガーナ代表のサッカー選手である。通算、100に50、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。